長山駅は北海道旭川市長山一条19丁目1にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W31。電報略号は中。普通列車と快速、なよろが停車する。1977年の長山駅と周囲約500メートル範囲。右上がなよろ方面。千鳥城総体式ホーム2面2線。 外側に多数の側線と旭川側近隣工場の専用線。駅舎横の旭川側に貨物ホームと引き込み線。駅裏は細長いストックヤードで石炭が望みされている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成をたる駅から旭川駅を経て当駅までの電化計画が存在したが実際は 朝日川運転所までの電化である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム間の移動は、古戦橋を使う。東駅北は、特殊自動閉塞式であることから、車上側機器の設定と確認のため、下り列車は、客扱いの有無に関わらず必ず2番線に停車する。そのため、市販の時刻表では、通過扱いの下り特急列車も運転停車する。 逆に、旭川駅当駅間は、自動閉塞式となっている北旭川方に、電子閉塞終了の標識が立っているため、上りの特急列車は運転停車せず、直線となっている一番線を高速のまま通過する。旭川駅当駅間の区間列車は、駅舎側一番線に停車する。両方向に出発信号機が設置されている2番線からも、旭川方面への出発が可能だがほとんど、 使用されない。運転扱いのため終日社員が配置されている。緑の窓口が設置されており、その営業時間内は改札を行うため全ドアが開くが、時間外は改札業務を行わないため前のドアのみが開く。駅舎内に男女別の推薦式便所がある。函館本線小樽駅から当駅までは列車運行管理システムが導入されているため、 列車運行状況などを含む詳細な内容の自動放送案内が行われる。ただし、発車時の次の停車駅はですという放送は、旭川方面行き列車のみとなる。旭川市統計所によると、近年の乗車人員は以下の通り。なお、1日平均は、年度の日数で除し死者購入して算出した。2010年度までと2011年度以降では、 データの算出方法が異なるため、単純に比較することはできない。駅前にはマンションがスームに立っている。ありがとうございます。